いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。グリッド、難しくなってきたね、なんかね楽しいんだけどさ、で、今日はねこれやり直そうかなとも思ったんだけど、まあ一個進もう、ね、グループワンオープンやろう。で、車新しいの買えないので、お金なくてね、しょうがないからこれまた乗ろうね、いい車。さあ、ブランズハッチだ。知ってるコースなら今のところバカ負けはしてないよね、知ってるコースなら、そうでね、あのコースによっても眩しすぎるので、ちょっとブライトネスの設定、なんでボロボロなのかブライトネスの設定を落としてきました。でもう一個、ステアリングリニアリティ、違う、センシティビティ、要はうわ、なん見えないよ何にも見えないよ、落としたのにさ、ブライトネス。でもう一個は、あの入力に対するステアリングの感度を上げてきましたなので、そのタコる確率がちょっとでも減るかなと思ってね。まあ確かにちょっとだけクイックになってるな。あーでもいまいちだな、1秒遅れだな。やっぱなんか早いよな最近コンピューター、なんでだ。パリンっつったけどなんか割れたか今。何も見なかった今、ちょっと待って、あー悔しい。なんでこんなボロボロなんだろう、お金ないから直せない、そんな悲しいことある。悔しい、ちょっと待って難易度下げようかなすぐ楽な方に逃げようとするけど、あーちょっと失敗した、ちょっとダメだな、うまくいかないな1位を取ろうとどうしても思っちゃうんだよねこのゲーム、なんでか知んないけど。また同じ失敗してる、あー悔しい、あーだーじゃダメだな、どうしても遠赤乗っちゃうんだよね、どうしようこれ、この癖。セルのオフでスッと入ってくるところが多くて、見極めがとても難しいです。ろくにブレーキ踏まないでスイスイ入ってくる場所もあるので、怖い、
はい、トラックリミットで怒られるところだったね今。どうかな、3位ぐらいに入れるかな。どうだ、2位か。なんでこれ車ボロボロなんだろう、のっけから。あ、田中さん1位じゃん、すごいね。よし、行こう。これチューニングしてある？あ、してないじゃん。いやー、いらねえ気もするけど、まあいいや。さあスタート成功。田中さん遠慮してくれたよとして、ここノンブレーキだもんな、すごい車だよな。ものすごいコーナリング性能だよこの車。確か前回乗った時も同じようなこと言ったけど、ものすごいコーナリング性能だよこの車。なのでちょっと冒険がしやすいです。あんな早かったのにレースだと田中さんが蓋しちゃってんの。いやそんなことないよね、田中さんタイム早かったもんね。あ、失敗した、やばい、タイム間違えた。怖い怖い怖い、失敗した。大混雑だねこれ。しょうがないね、あれは僕が悪いよ。怖い。あ、やめて、そういうのやめて。まあそうならな、無理して入ればな。怖いね。ここだよね、眩しくて見えないのさ、コーナーが。ああああ、もうダメだ、無理しすぎ。ああ、悔しい。いやでもいい車だわ。あ、怖い、これなんだよそのライン、怖いだろ。あ、やめて、ちょっとなんでそんなフラフラするわけなんだ。上手。
悔しいね、失敗したね。田中さんおめでとう。田中さん1位だね。いや、いい車なんだけどな、コンピューターが速くなってきたな。勝てないな、最近。前回は確か勝てたんだよね、昨日はね。勝てねえな。しかも上海だ、難しいんだよな、そこな。いや、勝てないな。どうしようか。雨だし。これ絶対勝てないよ。頑張ろう。雨はみんなに平等だからね。うん、さあ、予選だ。頑張るぞ。ただ、この車のその運動性能が雨でどうなるのかっていうのも興味はある。怖くてアクセルは踏めないけどね。健在、うん、いや確かにグリップは低いけど、ダウンフォースなのかな、これは。ものすごい吸い付くように走ってくれるね。難しいけどな、すんごい。すんごい難しいけど、車はいい、うん、アクセルを抜くだけで処理できるコーナーが多すぎるな、この車。どんだけ性能いいんだろう。いやー面白い車だ。ああ、いろんなこと試せる気がする、この車。よいしょ、1位、まあ、予選はいいんだよ。何なんだろう、この安定感。確かに FR だし、すっ飛んでく感じはなかないんだけど、ただ単に車が軽いってことなのかな。とんでもなくね、運動性能が高い気がするんだよね、やってると。ボロッボロだけどね、車。ボロッボロだけど、よし、行こう。ローリングスタート。なんだよ、その一速のレッドゾーンギリギリでスタートを迎えるセンスって何なんだろう。 OK、それともこのカテゴリーの車はみんなそうなのかな。すごい楽しい運転してて。ただね、雨だとやっぱ喋れないね。全然喋れないね、雨だと。いい音、すんごいいい音。よし、なんとか一周終わり。慣れてきたなって言ってると事故るから、慎重に行きましょう。ほらね、慣れてくるとお尻が振り始めるんだよ。こんなに遠赤乗らしちゃダメだと思うんだけど、いいのかね、このアシストのラインはね。
ステアリングの感度を少し上げたらね、その、なんていうの、安定させられやすくなった、うん、まあ、もちろん大雑把にステアリングを切ると痛い目には合うんだけれども、そのお釣りをもらいにくいというかね、とっさのあーあーこういう時ね、今まではステアリングを反対側にアウト側に切ってもちょっとラフがあったんだよね、ステアリングで本当にタイヤの向きが向くまで、それが少し良くなっているので楽っちゃ楽になったね。あとはどこまでこの感度を上げて僕が操作しきれるのかっていうのを見極めないといけない。難しいコースだけど、この車のおかげでなんとかスイスイと走れているんじゃないかな。まあ確かにグリップは低いんだけど、やっぱりこのゲーム雨の表現はフォルツァ7の方が上手な気がするな。で確かにグリップは低いんだけど、水っぽさというのかな、があんまり感じない、うん、まあ、実際車運転してればこんなもんだろうなっていう気もするんだけれど、ね、フォルツァの方がより上手に表現してたね、良くも悪くもになるのかな、極端といえば極端なのかもしれないけど、ね、でフォルツァと並んで水の表現が上手だなと思ったのは確かプロジェクトカーズ2だったかな、うん、オッケー。いやー今週は最後に勝てて嬉しいです。あ、たださっきボロクソだからねトータルでどんぐらいかっていうのを見ないと分かんないけど、どうかしらトータル感。かっこいい、すごいかっこいいこの車イベントスタンディングは映してくんないんだ。あーダメですね青旗になっちゃったこれ。3位ですらない、うん、まあ難しいね。まあいい、でも今のところさ、なんていうのかな、順位入ってなくても出てはくれるからね、気にせずやっていこう。こっちがな、コンプリート5ツーリングかイベントツーリングカー、1、2、3、4、あ、なるほどね、あと1個ツーリングカーイベントやるとこれがオープンされて、これはコンプリートクラシックツーリングカップブランザーチ、コンプリートクラシックツーリングカップ、クラシック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 、あれある、どれどれ、クラシックツーリングカップなどある、わからんね。まあまあいいか。はい、じゃあ次回どれをやるかも考えておきましょう。それじゃあ今夜もこの辺で、大型犬がお送りしました。みんなまたね。バイバイ。